気からの実ケア。こんにちは、ザ・チェンジ・オブ・ライフ・チェブラ更年期トータルケアインストラクターの永田京子です。今回もですね、直江先生にご登場いただいております。直江先生、今日ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今回のテーマは実ケアというので、40代50代いわゆる更年期になると、膣周りのこの乾燥感とか違和感、また人によったら自転車に乗るだけで擦れて出血をしてしまう悩みなどなどを悩んでいらっしゃる方、非常に多くいらっしゃいます。そこでですね、今日いろいろ伺わせていただきたいと思っています。更年期からですね、膣トラブルが起こりやすくなる、その原因について教えていただいてもいいでしょうか。そうですね、もうやっぱり女性ホルモンが影響してくるんですよね。で、女性ホルモンっていうのは膣の壁を弾力ですね、ふかふかにしてくれたりですとか、あと潤いですね、ふかふかにしてプルプル潤ってプルプルの状態にしてくれるっていう作用があるんですけども、更年期になってで女性ホルモンが減ってきますと、その作用がだんだんなくなってくるんですね。でそうすることで膣の壁が硬くなって、どんどん乾燥してきてしまうんですね。で唇とかね、口の中とかも粘膜なので、そことちょっとね考えていただくと分かりやすいかと思うんですけども、唇とかね乾くと痛いじゃないですか。それと一緒で膣の中も硬くなって乾燥してくると痛いんですよね。なんかしょうがないものなんですか、予防したり対策できることってあるんでしょうか。ちゃんと対策はあります、なので30代とか、ね、40代前半、生理がある間ですね、までは女性ホルモンがちゃんと出ているので、それこそ何もしなくても、そういった、ね、乾燥とか硬くなってきて痛いっていうことはないんですけども、更年期入ってくると何かをしてあげないとどんどんそれが進行してしまうんですね。なのでもうちょっと早めにですね、そういった膣の、萎縮っていうんですけども、その萎縮しないように対策をすることで、閉経後もですね、萎縮しないで整骨とかそういった乾き痛みっていうのがない状態をキープすることはできますので、ぜひしっかりとケアですね、忘れた方がいいかなと思います。日常生活でできるケアというと、どんなことがありますか。保湿とかになるんですか。そうですね、やっぱり乾燥してくるので、潤いを与えてあげるっていうのが一番大事なんですよね。で、粘膜って水分で保護されてるので、水分がなくなるとどんどんその保護機能ですね、バリア機能が落ちてきちゃうんですよね。でそうやって傷ついたりとか、そこからバイ菌が入って雑菌が増えて匂いの元になったりですとか、そういったトラブルが起きやすくなってくるので、いかに潤いを保つかっていうことが大事なんですよね。潤いを保つことが大事。どういうふうに潤いを保つかなんですけども、一番簡単なのが、私がいつもおすすめしているのがマッサージなんですよね。膣のマッサージです。膣のマッサージ、そうです。方法なんですけども、まずですね、手をきれいに清潔にしていただいた上で、必ずジェルかオイルですね、膣に使ってもいいジェルかオイルを使うようにしてください。乾いた状態だと痛いですので、ね、でジェルかオイルをつけて、指につけていただいて、それを膣の入り口のところですね、奥まで頑張って入れなくていいので、届く範囲で構わないので、そこの部分をちょっとくるくると、本当1分とかで構わないです、時間をですね、ちょっとマッサージしてくると、この辺りポカポカあったかくなってきますので、あったかくなってきたなっていうぐらいまで、ちょっとマッサージ、優しくですね、マッサージをしてあげるんですね。本当それだけでいいんですけども、ただできるだけ毎日ですね、毎日することで予防をするっていうことができる。病院に行くタイミング、どれぐらいの不調から行く目安っていうんですかね、が知りたいというような声をいただくんですけれども。そうですね、まずは今言ったちょっとね、マッサージを頑張っていただくといいんですが、萎縮がねかなり進行しちゃってる方は、もうご自分で触れないぐらい痛い、とかもう場合によってはもう全然入っていかないですね。
なってしまって、なのでご自身でもケア自体ができないっていうような場合はもうクリニックで治療しないと何もできないので、やはりクリニックでですねこうできる治療をスタートされるのがいいですし、あとはご自分でマッサージができてもですね、マッサージ頑張ったけど1ヶ月2ヶ月頑張ったけどやっぱりこう症状がちょっとは改善したけどやっぱり症状があって困ってるですとか、よくあるのが性交痛なんですね。痛くてもそもそも入らないという方もいらっしゃるんですけども、マッサージしてもやっぱり性交渉まだできないですというような場合はやっぱりプラスアルファで治療することが必要にはなってきますので、もうそういった場合はクリニックでもうちょっと積極的な治療ですねされた方がいいと思います。ありがとうございます。自分でケアができない状態、もしくはケアしてもちょっと改善されている感じがしないっていう時、病院に行く目安ということですね。で実際病院に行くと治療法があるんですね。どんな治療法があるんでしょうか。その時の状況によって治療する方法も変わってはくるんですけども、一番多く皆さんされているのがレーザーなんですね。で専用移植専用のレーザー改善のためのレーザーというのがありますので、それを膣の中まで奥まで入れて、でこうぐるぐるっと360度ですね、奥から手前までレーザー出ていくんですね。そうするとレーザー当たったとこがこう剥がれていって新しい膣へと生まれ変わっていく。なのでレーザーすることにちょっとずつちょっとずつこう膣の中が若返っていくというようなものがあります。痛みとか出血もない。ですね、やっぱり萎縮が強い方っていうのはもうそれこそ指で触っただけで痛かったり出血したりするんですね。なのでやはりちょっと最初のうちはレーザーしても出血だったりレーザー照射時の痛みですねっていうのが多少はあることが多いんですけども、治療を重ねていくごとにどんどん萎縮っていうのを改善していきますので、そうするともうどんどん痛みも出血もなくなっていきます。ありがとうございます。その時なんか私たちは何科に行けばいいのでしょうか。そうですね、レーザーに関しては最近一般の婦人科でも置いてるクリニックは一応あるのはあります。でただレーザーだけじゃなくって、注射で治していく治療だったりですとか、いろんな方法があるんですね。そうです、レーザー以外にもいろいろあってで、そういったたくさんこう他の種類も置いてあるっていうところとなると、そうですね、うちのクリニックみたいなこう専門のクリニックでないとそういった治療はできないところも多いので、まずは近くのね婦人科さんでそういうレーザーが置いてればもちろん試されるといいと思いますけども、ただ近くの婦人科さんに行かれてもレーザー自体はどうしても自費にはなってきちゃうんですよね。もう一つ聞いてもいいですか。例えばそのレーザー治療を受けるという時、回数って結構何回も通うものですか。そうですね、最初のうちはですねこうある程度萎縮が改善するまでは1ヶ月間隔で大体3回ぐらいですね。1ヶ月間隔いいですね。そうですね、でそれも3回から4回ぐらいすればある程度いい状態になりますので、そうしたらですねあとはご自身のケアと合わせて、大体3ヶ月から長くても半年に1回ぐらいのペースでレーザーを、メンテナンスですね、で照射していく。あまりね婦人科自体がもう非常に少ない町に住んで、もしそういう人でも遠くても1ヶ月に1回だったら行けるかもしれないですね。1ヶ月に1回だったらいけるなというふうにね思いました。最後ですね、直江先生のクリニックです、直江先生のところにご相談したいという時はどのようにしたらいいですか。そうですね、クリニックのね、ナオイビューティークリニックっていうクリニックのホームページを見ていただければ、ご相談するフォームもありますし、ご予約いただけるフォームもありますので、まずは相談からっていう方はご相談のフォームで相談内容を入れていただければいいですし、もうとりあえずちょっと行ってみたいわって思っていただけるようであれば、予約のね、お日にちとか入れていただければ、予約することもできますので、ぜひご興味のある方はですね、一度ホームページページの方をチェックしてみてください。ありがとうございます。いや本当にねこうずっと悩んでいるのは本当辛い
ですから、うん、ずっと体の一部がどこかが痛いとかっていうのは本当に辛いことですから、それがね改善できるっていうのは本当に希望になるなというふうに思いました。そうですね、年だからもういいかなって諦めてる方もね中にはいらっしゃったりするんですよ、うん、でよくもう私の年でも、もうまたできるようになりますかねみたいな感じでね来られる方もいらっしゃるので、はい、でもただちゃんと治療すれば性交渉は皆さんできるようになってらっしゃるのでね、はい、ご年齢とかも気にせず来ていただいて大丈夫ですね、気にせず、はい、で今日は直江ビューティークリニック直江先生にご出演いただきました。本当にありがとうございます。それでは皆様また次回の動画でお会いしましょう。